コンラト一世の因児、1253年コンラト一世は、グーグ不幸。ブローツワフのヘンリック二世の4男、母は、ボヘミア王をオたかる一世の娘アンナ。1241年4月9日のレグニツァの戦いで、父が戦死すると、幼いコンラトと弟のブワディスワフは、長兄ボーレスワフ二世の後見のもとに置かれた。世襲領の分割によるの弱体化を、 回避するため、ボレスワフ二世は、母、アンナの承認を得て、コンラトを勉学のためと称して、パリへ送った。この地でコンラトは、聖職者になるための教育を受けた。ところが1248年、コンラトは、長兄ボレスワフ二世が三兄ヘンリク三世に、領地の一部を分割したと知ると、シロンスクに帰国して自分にも、領地を分け与えるよう要求した。まもなくコンラトは、 上の兄二人の協定によって、ボレスワフニ世イの庇護下に置かれることになり、長兄の共同統治者の地位を得た。弟をなんとか厄介払いしたい。ボレスワフニ世イは、コンラトに、聖職者になるよう様々な役職を持ってきた。グーグフ聖堂の主席司祭、バイエルンのパッサウ司教などである。しかしコンラトは、聖職者の道を歩む気はなく、あくまで領地の分割を要求して、 ついには、ボレスワフ二世と紛争を起こすに至った。1249年6月、コンラトは、北隣のビエルコポルスカに逃亡し、プシセミス一1世の支援を得て、ビトム・オジャンスキのダッシュに成功した。コンラトとビエルコポルスカ諸侯との盟友関係は、コンラトとプシセミス一1世の妹サロメアとの結婚によって、さらに強化された。 またコンラットは同じくボレスワフ2世と敵対していた、もう一人の兄ヘンリク3世とも連携した。多くの同盟者たち、そしてグーグフの都市民が起こした反乱のおかげで、コンラットのボレスワフ2世に対する1251年の遠征は大成功に終わった。ボレスワフ2世は敗北を認め、コンラットにグーグフとその付属地域からなる広告を与えた。しかし、 コンラト一世とボレスワフ二世との関係は、その後もコンラト一世が死ぬまで、緊張関係にあった。1257年、コンラトはボレスワフ二世をレグニツァ城から誘拐した。ボレスワフ二世はいくらかは不明だが、保釈金を払い、数ヶ月後に釈放された。この出来事がボレスワフ二世にとって、不愉快極まりないものだったことは、間違いなく、 1271年には、コンラト一世の領地から、ボレスワビエツとブブルを奪っている。1260年以後、ボヘミア王をたかる二世がシロンスクに政治的関心を強め始めると、コンラト一世は、ボヘミアと親しい関係を築くようになり、自分の両国にドイツなど外国からの移民を奨励した。こうした移民政策のおかげで、 1253年には、グーグフにもマクデブルク法が適用された。また、長兄ボレスワフ2世とは、対照的に、コンラト1世は、ブローツワフ司教とマシュ1世を熱心に支持した。しかし1268年に、同司教が死ぬと、コンラト1世は、自分が司教に与えた特権を平気でないがしろにし始め、公認の司教とマシュ2世ザレンバとは、紛争状態になった。 晩年、コンラト一世は、ジェロナグラに教会を建立し、これを成人となった父方の祖母シロンスクの宿びがに、捧げた。同教会は、コンラト一世の死後20年経って、コンラト一世の長男ヘンリク三世の時代に、完成した。1246年、ビエル・コポルスカコーブ・アディスワフ・オドニツの娘サロメアと、最初の結婚をし、6人の子供を設けた。 アンナ1260年、ウェバイエルン公拳ライン宮中博ルートビヒ2世と、結婚エウフェミア1266年、ゲルツ博アルブレヒト1世と結婚ヘンリック3世、コンラト2世、プシセムコヤドビガ1283年よりブロツワフの、セイクララ女子修道院長1271年までに、ランツベルカ編強博、ディートリヒの娘ゾフィーと再婚した。一部の資料によれば、ゾフィーは、 方園しタウフェン家最後の君主である、シチリアエルサレム王コンラディンの未亡人とされている。ゾフィーとの間に子供はなかった。ありがとうございます。